お、話を戻してくれるのか。ちょっとは喜びなさいよ。私と？何を考えているかわかるわよ。うん、なるほど。一体何を張り切っているのよ。いいぞ、何でも言ってくれ。最低ね、この女。まったく、女に恥をかかせるものではないぞ。何を言っているの？言われのない言いがかりはやめてちょうだい。部門わきまえずに無神経なことを言ってしまった。申し訳ない。あるいは、明日あたり、カンバルがちょっとばかしかわいそうな目に遭うかもしれないわね。抱きしめたい。いや、抱かれたい。私はどんな手段を行使してでも、あなたにボーイズラブな仕返しをしてみせるわ。いや、でもどうだ。更衣室の行為という言葉の響き、好きの行為で、行うの行為で、もうなんだか実にブリリアントではないか。ちゃんと言いなさい。いや、もちろんやぶさかではないのだけれど、しかしそう改まって言われるとどうだろう。照れるというか、気遅れするというか。舌を噛み切ってやるんだから。誰がそんなことを気にするのだ。うるさいわね。処分されたいの？ごめんなさい。いいのよ、私の前では格好つけなくとも。戦場ヶ原先輩の噛んだガムなら噛めるぐらい、私は戦場ヶ原先輩に惹かれていたのだ。戦場ヶ原様。すまなかった。ピーン。今日も私が冴え渡るわ。なんだ、そこまでバレていたのか。もうなんか目とかキラキラしてたもの。戦場ヶ原先輩の舐めた飴なら舐められるくらい惹かれていた。私くらいになれば、あなたのような薄っぺらい存在のことなんて全て完璧にお見落としなのよ。嬉しそうだな。あなたのような生物の頭蓋骨に脳みそが入っているというのは、それはそれはもう奇跡のような出来事なのよ。まあ、私は私でいろいろ考えることもあるのだ。私は私のために何をすべきかしら。男子の中には腰の形で女子を判別できる者がいるというが、そういう類の話だろうか。あなた、私をはめたわね。私はユリなのだ。あ、なぜ気づいたの？あんなつもりはなかったんだ。一分あればこと足りるというの？私の正直な気持ちだ。私のせいで自分の頭のお粗末さ加減に気づいてしまった。今なら私は何でもできるような気がするぞ。あなたとお話がしたいわ。奥ゆかしい人だ。あなたのことよ。気を使ってもらえるのは嬉しいばかりだが、そういうことは言わないでほしい。少なくとも大切な友達が一人できたのだから。私はそこそこ可愛いと思うのだ。何も変わらないなんてことはないわ。後輩の女子とお下劣な会話を楽しめないようでは、社会に出てからやっていけないと思うぞ。私みたいなキャラのことをツンデレって言うのでしょう。うん、見事なツンデレだ。でも、どんなに小さな人間でも私は見捨てたりはしないの。戦場ヶ原先輩の期待を裏切る私ではない。私のこと、きっと守ってね。求めるのなら、いつでもどこでも攻めを受け切るつもりはある。責任を感じるわ。なるほど、心得た。任せておいてくれ。それから、ありがとうございました。